久保さん、自分だけできる、自分だけできること、やってないですね、みんなね。うん、自分だけできることやってないだろうな。ぼ、まあそれも考えてないのかもわかんないですよね。久保さんもね、なんか昔その、サイトを1万個作りましたっていうブー言でありますけども、まあ僕もね、YouTube の動画はもう2万6千本以上になってます。 まあ結構やってますよね、多分。他の情報発信してる人より結構やってる方だと思います。うん。でもこれも自分なりにできることをやってたんですよね。自分なりになんでそういうふうにやってったのかっていうと、まあ単純に一本あたりの再生数少ないんですよ、僕。うん。単純にね。一 <laughs> 本あたりの再生数少ないですから。でも少なくても、じゃあそれが100、一本あたりね。 まあ僕の、もうさ、猿でも分かる算数、猿でも分かる算数というかね、小学生でも分かる算数だと思うんですけど、あの、1本で100万回いかない、100万再生回せないんだったら、ね、1再生を100万個作っても100万再生じゃないですか。もう一度言いますね。1本で100万再生を回せなかったとしても、1再生は回せると。じゃそれ100万個作ったら100万再生になるわけですよ。っていう考え方ですね、僕は。 100万再、一本の動画で100万再生無理だったら、難しかったら、ね。じゃあ、それ頑張ればいいわけじゃないですか、別に。自分が。まあ、その再生数って自分の、ぶっちゃけ自分の力量で何ともなるわけじゃないじゃないですか。その、有名 YouTuber でもね、あの、絶対100万回回せるのか、絶対500万回とか回せるのか。これ絶対はないんですよ。 まあそのヒカキンさんクラスになったらあれですけどね。チャンネル登録1000万人いてますみたいな。そのクラスはちょっと次元が違うんであれですけども、その毎回毎回100ミリオンを当て続けるっていうのはかなり難しいわけですよね。あの、有名な YouTuber でも。有名な YouTuber のもっと有名はちょっと別次元ですけども。うん。だからそのチャンネル登録100万人いるけれども、 だって青白王子でも今何歩だ今青白王子今もうちょっとで100万人いくと思うんですよ。で、あれだけまあテレビとまあ、昔出てたし、でまあいろんなことやってますよね。青白王子も最近100万再生は行ってないと思うんですよね。チャンネル登録青白王子94万人いてます。で、直近の動画が えー、10時間前のが6万回、5日前が18万回、9日前が44万、20万、48万、34万、28万、14万、19万、55万、37万、32万、23万、55万、21万、14万、1四万、1六万、145万。145万,14万、ミリオンを超えたのが、このジャニーさんのやつですね。はい。はい。それ、もう、ジャニーさんぐらいかな。直近で100万超えてるの。 でもチャンネル登録94万人いてるんですよ。青汁、青汁。うん。だからその、ヨザワさんも多分、ヨザワさん見てみましょうか。ヨザワさん。ヨザワさんもいろんなメディア出てる人ですし、チャンネル登録今41万ですね。チャンネル登録41万で。えー 1.8万、3.5万、6.6万、2.9万、2.8万、2.5万、12万、2.2、2万、1.6、1.7万、1.3万、2.1。だから、ヨザワさんもミリオンの再生数って結構、あの、ちょっとしかないと思うんですよね。うん。多分、ミリオン超えたのは3本か、これ。うん。3本ですね。ヨザワさん、チャンネル登録40万人いってて、ミリオンの再生数超えてるのは3本です。は、う、い、ん。だから、その、 僕の考えとしては、あの、一本あたりの再生数があんまりいかないので、まあ本数、自分なりにね、まあ、さるあの小学生でも分かる計算だと思いますけど、本数かますってやってきました。久保さんも1万サイト作った上で、多分そういう考え方があるんじゃないかなとは思いますけど、やれることやってきました、自分がね。ていうか、やらないといけないこと。やれることというか、やらないといけないことですよね。 それがダメだったら違う方法でやらないといけないわけですから。で、で、この僕、僕のこの手段に関しては、気合があればなんとかできるんですよ。気持ちでできるんですよ。気持ちで、本当に。自分がやるかやらないかなんで。うん。んこの億万長者合宿もね、もう8000本、もう八千本、7000本ぐらいになりますけど、このシリーズだけでも1万本になるわけじゃないですか。<laughs> これもまあこれはもうやるというかまあもう空気吸うみたいな感じでやってますけどねうんなんかまあみんな足りてないなっていうのはすごく感じますねうんなんかその必要な部分が足りてないわけですよ、ね、ビジネスやるんだったらその必要なわけじゃないですか集客っていう部分は無料でやるんだったら無料で集めていくためにどういうことやってますっていう足りてんの足りてないのっていうところで 足りてなないいんだと補うしかないし。かどんな手段使ってもね。うん。それが、その、なんかすげえ人力だったとしてもね。でもね、はっきり言いますけど、久保さんも言ってましたけど、僕がいいなと思うのが、コストがかかんないんですよ。動画いいっっぱい撮ったとしても無料なんですよ。これがね、動画いっぱいできる理由ですよ。これがやっぱ、容量制限があったりとかしたらできないですけど、YouTube いくら動画アップしても無料なんで、コストかかんないですよ。 コストがかかるとするならば、このやるかやらないかっていう自分の気持ち次第ですよね。その時間コストをかけられるのかっていう。でもそのじ、それを、ね、言っちゃうと、いや、その時間をかけても稼げなかったらどうするんですかみたいな。億万長者合宿行って参加しても稼げなかったらどうするんですかわかりました。じゃあ,あの、その、ハローワークとかね、時給いくらっていう世界で生きればいいじゃないですかって話じゃないですか。それを言い出すとね。すみません。自分で稼ぐっていうのはそういう、 時間的コストに対しての保証はないんですよでその保証を求めるんだったら、すみません、1時間いくらもらえるアルバイトありますし、えー、月給いくらもらえるっていうのありますんでそ、そっちで働いてくださいって話なんですよね。だからその時間的な部分のコストをコストって言って稼げ、時間かけて稼げなかったらどうするんですかって言ってるんだったら、やらない方がいいですよね、それは。それはやらない方がいいですよね。うん。はい。まあ、いろいろ申し上げ,あげましたけど、 やることやまあや足りてないところをやってないですねほとんどの人が言ってらっしゃる。